男子の決勝を迎えましたグランディ21、応援席は仙台育英と東北の応援団に二分されました。ディフェンディングチャンピオン仙台育英、2年連続なるか、2年ぶり代々木のコートに返り咲くことができるか東北。男子の解説は元全日本選手総体連バレーボール専門部副委員長の祖父浩一さんでございます。祖父さん、よろしくどうぞ。よろしくお願いします。さあ、それでは両チームのスターティングメンバーをご紹介してまいりましょう。まずコート左サイドの仙台育英学園高校です。2番がセッターの遠藤です。1年生セッターです。3番の土井と7番の佐藤直樹がレフトラインということになります。4番の佐藤智勝、そして8番の松田がセンターです。ライトに小野寺が入っています。祖父さん、仙台育英のバレーの特徴は一口に言って何ですか？そうですね、はい、やはり全員がどこからでも攻撃できるコンビバレーですね、はい、なるほどね、はい、来日6年になります。韓国のウ・チョリュー監督が率います。一方のコート右サイドの東北高校です。こちらも1年生セッターの6番の二階堂がコントロールいたします。なんといってもここは注目は4番の鈴木健太、194センチあります。1番の青木がレフト対角です。7番の田村、3番の門伝と読みますがセンター対角で、ライトに5番の加藤が入っています。一方の東北は祖父さん、どんなチームですか？そうですね、はい、鈴木健太君が、前衛からでも後衛からでも、あとブロックと、はい、どれだけ活躍するか、まあ、ワンマンチームとまではいきませんけれども、まあ、中心調査チームですね。なるほどね、はい、監督歴もう26年になります。こちらもベテランの監督、佐々木茂雄監督です。男子の決勝戦です。なお今日のテレビの番組欄で男子の決勝カードの誤りがありました。大変申し訳ございませんでした。決勝は仙台育英コート左サイド、そして東北コート右サイドです。男子の決勝戦はファーストレフリーが村上誠司さん、セカンドレフリーが渡辺陽一さんで、さあ男子の決勝戦が始まっています。まずはライトから5番の加藤のスパイクだったんですがアウトになりました。なかなかこの人もパワーがあります。東北高校の1年生の5番の加藤です。まず選手点が仙台育英学園高校に入りました。もう一度加藤が打ちますが、これはブロックが吸い込んでいます。さあ、速いバレーに対して今年の東北は鈴木健太を中心としてまして非常に高さを誇っていますが、祖父さん、はい、勝負のポイントどのあたりですか？そうですね、先ほども言ったんですけども、はい、鈴木健太君ですか、はい、この一人に頼ってしまうと、やはり厳しくなってくると思うんですよ。まだ決定力がありませんから、はい、で今2つ加藤君に、使いましたけどもね、はい、この周りの人たちがどれだけ決めれるかっていうところが勝負のポイントだと思いますね。なるほどね、はい、東北は従って脇役がどれだけ活躍できるかといったところですね、はい、東北にミスが出ています。ポイント仙台育英学園高校についています。2対0です。試合前ウー監督は東北の高さはあまり関係ないんだというふうに言っておりました。いかに速いバレーができるかどうかといったところが仙台育英のポイントになるかと思います。速攻で切り返しました東北高校です。3番のこれが門伝です。この人は2年生です。東北は門伝、そして青木が2年生ということになります。1年生が4人入ってるんですね。そうですね、はい、あと東北高校はですね、はい、やはり今始まったばっかりなんですけれども、その1年生4人入っているということもあるんでしょうけれども、はい、まだ緊張してますよね。なるほどね、昨日の古川工業戦ではもういい意味で、ね、はい、もう開き直っちゃって、そうですね、すごいバレーしましたけどね、昨日は非常にムードが良かったですね。そうですね、その決勝進出の立役者が、まあ、1番の今打った青木であり5番の加藤といったところです。時間差を使います。得意の攻撃を見せました仙台育英学園高校です。8番の松田です。2対0でサイドアウトが4回目ということになります。松田も現在前衛におりますので非常にスピードある攻撃を持っています。松田純一バックからミッドブロックがフォローできませんでした。バックライトからのバックアタックということになります。これが4番の鈴木健太です。194センチあります。高いですね、1年生です。期待の1年生、素質としては祖母さん十分ありますね。十分ですね、はい、あと思考もすごいんじゃないですか。はい、そうですね、50いくつだというふうに聞いたんですけどね、鈴木健太の思考、いわゆる立って手を伸ばした高さが2メートル53センチあります。まあ、したがって、祖父さん、ネットより立っただけで10センチオーバーするわけですね、
まあ、鈴木健太の高さも一つこの決勝戦注目かと思います。得点2対1、仙台育英1点リードでサイドアウトです。サーバーが8番の松田、ジャンピングサーブを持っています。セッターに入ります。東北またバックアタックを使いますが、ブロックアウトになりました。94センチあります。最高点が3メートル25センチです。まあ、一つ実況名は私健太というふうにお伝えしていこうと思います。鈴木健太、健太というふうにお伝えしていこうと思います。フォローができませんでした。東北高校です。笑顔が出ています。仙台育英キャプテンの佐藤智和です。仙台育英は2年生が3人入っています。1年生が3人。4番の健太が打ち拾っています。仙台育英、佐藤直樹、遠藤がトスアップしてバックアタックを使います。松田アンダーで上げて健太がバックラインの後ろから打っていきました。とにかくこの人が打つと非常にムードが良くなるんです。そうですね。あと、はい、健太君はですね、どんなトスでも全然苦にしないんですよ ね。 ね、今のでも前衛のにバックアタックぐらいのトスが上がってもね、はい、もう平気で打ちますからね。拾っています。うん、これはパスで返しました。東北育英どうする、早い攻撃を見せます。センターから速攻を使いました。加藤がトスアップして、そして健太が打つ、エンドランいっぱい、ワンタッチもありました。2対2、非常に盛り上がります。鈴木健太、渡里町の大熊中学校の出身です。昨日古川工業の佐々木監督は言っていました、予想以上に東北は高さがあったというふうに言っていましたね。速攻で切り返します。フォローします。佐藤直樹レフトからリバウンドボール拾っています。そして健太が打つ、レフトからちょっと力がないかな。佐藤直樹がレフトで開いて待っている、ワンハンドレシーブですがアウトボールになりました。これが7番の佐藤直樹です。仙台市の川之中学校の出身です。1年生が3人入っています。今年の仙台育英学園高校です。まあ、とにかく仙台育英は昨年のレギュラーが1人も残りませんでしたので、まあ、昨年の秋から新チームということになります。今決めたのが3番の土井ということになります。3対2、1点リード仙台育英です。健太が打つ、クロスパイク、リベロが拾っています。そして土井、あっとブロックだ、ブロック決めたのが5番の赤戸ですね。185センチあります。昨日もなかなか東北はいいところでブロックが出てましたね。古川工業さんね、古川工業の速いレフトとライトの平行、きちっとブロックついてますからね。そうですね、はい、この辺りもブロック今日のポイントになるかと思います。セットアップする、そして健太が打つ、あっとこれはブロック3枚飛んでいます。4番の佐藤智和です。今の攻撃ですが、うん、健太が真ん中から今打ってきましたね。うん、今高さがあったから、はい、真下に落ちたブロックじゃないですからね。あれはフォローしなきゃいけないですね。なるほどね。土井が打つ、ブロックフォローする育英、そしてライトからバックアタックですがコーナーを狙ったスパイクアウトになりました。仙台育英にはサウスポーのこのキャプテンの佐藤智和がいます。まあ、したがって佐藤、対角に入っている松田はバックからの攻撃があります。仙台育英です。速攻を使います。ちょっとジャストタイミングではありませんでしたが、3番土井健の速攻決まっています。まあ、したがってソブさん、仙台育英はですね、はい、レフトの土井であり佐藤直樹であり速攻に絡んでくるんですね。そうですね、はい。まあ、誰が速攻入るとかそういうのは全然決まってなくて、はい、誰がどこからでも攻撃できるというのが特徴ですからね。なるほどね。ブロックが1枚になりました。クロスパイ決まっています。5番の加藤です。1年生、この人は小学校時代からのバレーの経験があります。加藤もこの大会に入りましてだいぶ良くなりました。時間差を使います。拾うバックから健太が打っていきました。さあ育英どうする、あっとダブルネットを使いましたがドリブルです。共に両チームは1年生セッターということになります。仙台育英は2番の遠藤です。そして東北は6番の二階堂がコントロールしています。遠藤がトスアップしました。松田が打つ、1年生のセンタープレイヤーです。
常にジャンプ力があります。183センチですが、曽根さん、この松田という選手は非常にあの対空力といいましょうか、ジャンプ力ありますね。そうですね、今のでもセンターからレフトに回ってっていうのは非常に難しい攻撃なんですけどね、はい、なるほどね、はい、得点3対3です。リベロ、セッター、そしてバックアタックを使いますが、ブロックアウトになりました。大会前はこのバックライトからのバックアタックが非常に強烈なものがあるというふうに佐々木監督は言っていました。時間差を使います。ブロックフォローします。ちょっと乱れたぞ育英は。チャンスボールが東北に戻ってまいりました。そしてバックセンターからバックアタックはワンタッチはありません。ちょっと肩に力が入ったって感じですかね。あ、そうですか、はい、とにかく194センチあります。期待の1年生エースです。佐々木監督はあの健太を称しまして典型的なあのバックアタッカーだというふうに言ってましたけどね。そうですね、まだあの力があの筋肉がついてませんので、はい、あの後ろからこう体全体を乗っけるようにスパイクを打つと力が入るんですよね、だからバックアタックの時にいいスパイクが打てるんだと思います。なるほどね、はい、今打ったのがキャプテンの1番の青木ということになります。鈴木健太の対角に入っています。逆に今のが、ね、仙台育英のバレーですよね、はい、あ、なるほどね。サーブ監督シュッと返して、はい、ダブルクイック、はい、でノーブロックにして決めるっていうのがね、はいはい、サーバーが6番の小野寺です。小野寺は2年生です。センターに入ります。健太が打つ、あっとクロスファイトアウトになりました。まだまだ前衛に来るとちょっとぎこちないんだというふうに言っておりましたが、今のもでもだいぶトスをネットから離してましたからね。セッターに入ります。二階堂、ツーアタックを見せる。これがラストボールだ、行くへ。リベロが拾って、二階堂がトスアップしていく。そして健太が打ちます。ちょっと力がないぞ。遠藤がトスアップする。クイックを使います。遠藤、そしてレフトに開いて、佐藤直樹を使いました。ストレートが。仙台市の川沼中学校の出身です。佐藤直樹。監督に言わせますと非常にテクニックがあるんだというふうに言っております。そうですね、はい、まあ、全員が上手いですからね、仙台育英は ね、 なるほどね、はい、現在得点5対3でサーブがミスになりました。諸流監督です。東北には自信を持っているというふうに言っておりました。サイドアウト、現在サーブ権が東北高校です。速い攻撃を見せました4番の佐藤智和です。サースポーセンタープレーヤーです。この人も祖父さん、なかなか幅が広いですね、攻撃に ね、 そうですね、はい、ちょっと乱れたかな。オーバーネットですかね。これはオーバーネットを取られました。ポイント仙台育英につきました。6対3になりました。東北高校佐々木茂雄監督、1回目のタイムアウトです。サーブを入れます。東北ダブルクイック、いやフェイントを使います。7番の佐藤直樹です。1月の県選手権でも非常に頑張りました1年生の佐藤直樹です。サーバーが6番の小野寺です。ネットスレスレのサーブ、田村が打ち込んでいきます。チャンスだ育英、回り込んで打ちます。これもワンタッチがありました。センターからライトに回り込んで打っていきました。キャプテンの佐藤智和です。育英の選手は遊ぶさん、なかなか落ち着いてプレーしてますね。そうですね、よくブロックを見て、ブロックを弾いてね、はい、コートの外に出してますからね。なるほどね、はい、さあ東北の方は8番の渡辺が入りました。これは7番の田村に変えてということになります。健太の速攻はアウトになりました。昨日の古川工業戦でもそうだったんですが、この鈴木健太の速攻というのが何回か見られましたね。そうですね、はい、まあ、本当はそれをおとりにしてレフトの平行で決めたいという、うん、なるほどね、プレーだと思うんですけども、まだレフトへの速い平行トスは出ていません、はい、東北です。あっと波動できない、いい形になってまいりました。仙台育英早くもセットポイントです。3ポイント連取になりました。14対5です。いやー、そこさん、ちょっと意外な展開といいましょうか、予想外に点数が離れました ね、 ね、はい、小野寺のサーブです。セッターに入ります。速攻を使います。
健太の速攻、まあ、何でもやってまいります、この鈴木健太です。健太は現在フォワードにいます。これはブロックですね、ブロックが欲しいですね、そうですね、ブロックが欲しい、そのブロックフォローしています仙台育英です。あっと佐藤直樹つないでいる、つないでいる、チャンスボールが育英だ、さあどうする、クイックを使います、2段トスになって、うんと渡辺、あっとうまく落としました、8番の1年生の渡辺、途中からコートに入りました。176センチの選手ですが、なかなかこの人もジャンプ力を持っています。ワンポイント返しました、6対14です。ちょっと乱れました、佐藤サースポー、リバウンドフォローします、リベロが上げて今度打つのは佐藤直樹、リバウンドボールしっかりフォローしています、佐藤智和が落ち着いて決めていきました。リバウンドのフォローがなかなかいいですね。そうですね、全員でやっぱりバレーやってるって感じがしますよね、はい、仙台育英2回目のセットポイント、ジャンプトス、んっとライト側から5番の肩が打っていきました。185センチのプレイヤーです、仙台市の川沼中学校の出身、まあ、したがって育英の佐藤直樹選手とは中学のチームメートということになります。土井が打つ、青木が上げて、これを健太が打ってるかな、ちょっと弱いスパイクになりました、佐藤智和アンダーで上げます、これが東北ラストボールになります。さあ育英どうする、リベロ、遠藤、そして佐藤智和、ストレート、レシーバーを弾きました。それほど強いスパイクじゃないんですが、曽さんコースがいいですか。そうですね、よくブロックを見て、はい、打ってると思いますよ。そうですね、まあ、あのブロック抜けたところはやっぱりレシーブしなきゃいけませんね。あ、なるほどね、はい、セットポイント3回目、健太が打つ、これは高さがありました。そして健太が後衛に下がります。さあもう一度このプレーです、非常に高さを持っています鈴木健太、セッターに入る、時間差、サーブカットも今日はなかなか仙台育英いいようです。そうですね、あと、はい、あの健太君が前にいるときはレフトとライトにあの両サイドに散らして、はい、健太君が後ろに下がると真ん中から攻撃っていうのができる。なるほどね、はい、4回目のセットポイントを逃れました東北、1番の青木です。あと東北にすればやっぱりここで何点か、はい、このセットを落とすにしてもね、何点か取らないと次のセットがこのままいってしまうって可能性が出てきますからね、とにかく連続ポイントが欲しいんです。うまく落としました、8番の松田純一です。1年生ですがなかなかうまいですねこの選手は。ウチョリュウ監督です、立って指示を与えます。5回目セットポイント仙台育英です。二階堂早い攻撃を使います、東北、そしてキャプテンの青木、ペイントで落とします。あったあった、ちょっと見てしまいました、東北です。第1セットは15対6、まず仙台育英が取っていますが、オーバーネットですかね、あっとオーバーネットがありましたでしょうか、はい、うん、仙台育英の方にオーバーネットがありました。セットポイント逃れました。セットアップ遠藤です。佐藤直樹、いいレシーブが出ています。これを健太が打つ、足の長いスパイクです。遠藤トスアップした、アタックラインの上から佐藤直樹のスパイクだったんですがアウトになりました。うん、7点目が入りました、7対14、ダブルスコアですが仙台育英がこのセット初めてのタイムアウトです。今日は両チームとも大応援団がやってまいりました。まず仙台育英学園高校の方は加藤校長をはじめ野球部、野球部など生徒500人の応援団です。一方東北高校も野球部など300人の応援、フィギュアスケートの荒川静香選手もやってまいります。両チームとも大応援団がやってまいりました。まあ、野球部の方は春の選抜は東北に外貨が上がったということになります。春の高校バレーは宮城県大会決勝戦、私立の2強の対戦になりました。第1セット14対7、仙台育英がリードを奪っています。これほどできません、サーブ権が仙台育英に移ってセットポイントがこれで6回目ということになります。6回目のセットポイントです。
今度はウー監督座っています。ジャンピングサーブ、松田セットに入ります。渡辺、これはブロックアウトを取ったでしょう。176センチの選手ですが非常にジャンプ力がありますこの渡辺です。セッターに入る、ダドクイックを使います。打ったのが4番の佐藤智勝ということになります。7回目のセットポイント仙台育英です。現在得点14対7です。6番の小野寺のフローターサーブです。ちょっとカットが短いかな。渡辺クロスパイクアンダーで上げて佐藤が打つ、ブロックフォローします。いいフォローしました小野寺、佐藤直樹決めました。最後は7番の1年生の佐藤直樹です。第1セット15対7。佐藤さん一言、この得点差どのあたりに出ましたか。そうですね、やはり育英の、はい、速いバレーに、はい、東北高校のレシーブの方がちょっと足が止まってしまったという感じですね、はい、第1セット、まず仙台育英が取っています。現在得点が9対7、2ポイントを東北リード。うんと時間差、アンダーで上げてこれは返すだけになりました。さあ育英どうする、あっとこれも速攻を使う、これも拾っています。健太がトスで返しました。遠藤が上げて土井が打つ、ブロックだ、ブロック決定しました。いいタイミングでブロックが出ましたこのセット4本目。東北も非常にいいタイミングでブロックが出るようになりました。今のは5番の加藤ですかね。そうですね、またブロックだ、またブロック、今度は健太かな。連続ブロックポイントになりました。3番の門殿か、そんなことはもうどうでもいいんです。ブロックポイントが2ポイント連取いたしました。さあ11対7になります。もう一度ブロックだ、もう一度ブロックになりました。このポーズがようやく出ました鈴木健太。3ポイント、これ曽根さん6ポイントということになりました ね。なんでこんなところで、はい、真ん中を使うかっていうような気もするんですけど、育英の方がね、また真ん中を使います。また真ん中を使ってまいりました。今度はサイドアタックだ、上がっている東北二階堂、ね、これはセッターにドリブルがありました。しかし東北はこれ3ポイント6ポイントが入りまして12対7、あっという間に12対7になりました。ちょっともつれてまいりました男子の決勝戦です。ライト側から、さあどうする、土井が打つ、ブロックは1枚、フォローする育英、もう一度土井かな、あったこれは8番の松田が打ち込んでたスタートだったんですがアウトになりました。ちょっとミートしませんでした今。今ブロックの高い健太君と加藤君がですね、はい、センターとライトにいたん、ライトにいたんですよね、だから逆にライト側からこう来ればいいんですけど、今度は逆なんですよ、はい、今、またブロックが出ました。健太君が下がってるからセンターから攻撃すればいいんですけども、どうもその辺がうまくいってないですよね。なるほどね、はい、ブロックがポイントになりました。さあ13対7になりました東北。さあどうする、またブロックか、松田が打つ、これは大きいぞ、スパイクです。14対7になりました。14対7、第2セット最初のセットポイントを取りました東北高校です。ケントのサーブが入ります。遠藤がトスアップする、ライト側からフェイント、3番の土井が落ち着いてフェイントを決めていきました。1回目のセットポイントを逃れました。しかし14対7、東北がダブルスコアです。第1セットは仙台育英が取っています。ライト側からスパイクアウトになりました。東北としては即さん、とにかく早い段階で15点目取りたいですよね。そうですね、ここはね、もちろんですね、はい、ここで東北の佐々木監督がタイムアウトを取りました。2回目、はい、ハーフドアでは入ってるから必ず触れやすいって相手逃げ腰だよ、フェイント多いよ、フェイントなんか絶対だろうよ、おい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 、おとにかく東北は昨年のチームから悔しい思いをしてまいりました。久しぶりの県大会の決勝進出です。
第1セットは仙台育英に取られましたが、第2セット現在14対8、東北がリードを奪っています。あっとこれもちょっとサーブカット乱れました。佐藤直樹ブロックフォローします。バックから佐藤智子アウトかな。いいといいスパイクだったんですがね。そうですね、わずかにアウトになりました。ここでまた8番の渡辺が入ってまいりました東北。さあセットポイント2回目、リバウンドフォローする。さあどうする、渡辺か、1番の青木が打っていきました。ちょっと乱れたぞ育英、チャンスボール、15点目のチャンス、速攻か、あっと青木が打つ、青木が打つ、あっとこれは渡辺できませんでした。15対8、第2セットは東北が取りました。男子の決勝戦はセットカウント1対1、ファイナルセットに入ります。若さでアタック、春の高校バレー、まだまだウー監督が目指していますチーム力はまだ半分ぐらいだというふうに言っておりました。しかし昨年全国に出場しています。この自信が大きくつながったといいます、この仙台育英学園高校です。アンダーで上げます。これは返すだけになりました。高いボールを返しました。遠藤どうする、速攻で切り返しました。8番の1年生の松田です。松田も1年生ですが非常にいいプレーをします。10対7、3点差、3点を追っています育英。サーブ権を取り戻しました。あっと今度は速攻、3番の門田、東北もこの門田あたりの速攻が出るとまたちょっと違ってきますからね。そうですね、はい。お兄さんは東北高校のバレー部の OB、 2年前の全国のベスト8のメンバーでした。門田決めていきます。1年生、いやー祖父さん、この1年生8番の松田がいいですね、はい。非常に安定しています。バックに下がってもバックアタックがあります。この松田、現在松田はフォワードです。キャプテンの、あっと青木のスパイクアウトになりました。ワンタッチありません。1点返します。2点差。青木は東北高校のキャプテンです。土井のサーブです。セッターに入る、時間差を使います。ブロックフォローする、二階堂、そしてバックライトからケンタのバックアタックだ。ケンタのバックアタック、これはバックライトからのバックアタックというのは、あの祖父さん、1月の県選手権では見せなかったんですよ。そうなんですか、時間差を使います。池江も落ち着いた攻撃を見せます。得意の時間差を絡めた速い攻撃ということになります。松田のサーブです。ジャンピングサーブ、前衛にはサースポーの佐藤が上がってまいりました。そして渡辺だ。東北もサーブカット良くなりました ね、はい。譲りません東北、キレがあります。1年生の渡辺、10対8、サーブ権移動、深いサーブを打ち込んできました。そしてこのスパイクは決まっています。スパイクも決定で東北高校にタッチネットもありました。1年生が3人入っています。仙台育英1年生が4人入っています。東北です。小野寺のサーブです。センターから健太が打つ。小野寺がトスアップしました。サスポーの佐藤、二階堂どうする、速攻を使います。ジャストタイミングがありませんでしたが、佐藤直樹、あっとエンドライン、いっぱいうまいスパイクを打ち込んでいきました。1点差、9対7、一時は3点リードを奪いました。ここでたまらず佐々木茂雄監督がタイムアウトを取ります。現在得点10対9です。ワンポイントですが東北高校がリードを奪っています。若さでアタック、春の高校バレー。サーバーがセッターの遠藤です。遠藤のサーブ、二階堂がトスアップする。青木が打つ、拾っている。さあどうする、ドイが待っている、フォローする、フェイント返します。遠藤がトスアップしてアタックラインの上から打っていきました。東北どうする、バックアタック、バックセンター、ブロックだ。エースを止めました仙台育
12対11。今のがこれ6番の小野寺ですかね。そうですね、はい、ライトの小野寺がシャットアウトいたしました。クロスパイク拾っている、上がっている仙台育英、軽く返しました。これはどうせ、あっと返せない。土井がうまいスパイクを見せました。連続ポイントになりました。連続ポイント13対11。この遅野さん、13点目どうですかね。そうですね、はい、チャンスボールなんですけどね、普通ならね、はい、はい、そうですね。青木キャプテンが打つ、またチャンスかな。育英もう一度土井を使います。リベロの加藤が拾っています。バックアタックですね。健太のバックアタック、深いところ決まった。バックセンターからのバックアタック、エースの打ち合い、そして脇役も頑張ります。両チームバックセンターから、いわゆる育英の守備体系のバックセンターを狙っていきました。サーブ権移動です。そうですね、あとここはトークンすれば、はい、8番の、センター松田君に絞れるかどうかでしょうね、はい、あ、なるほどね、はい、ピンチサーバー12番の鈴木が登場してまいりました。深いサーブです。どうかな、松田が打つ、拾った、東北キャプテン、あ、キャプテンがあった、キャプテンワンタッチを取りました。1点差、まだ分かりません。とにかくチームを引っ張りたいというふうに言っておりました。1番のキャプテンの青木、あーっと、サーブのミスだ、サーブのミス、サーブのミスでサイドアウト、サーブ権が仙台育英に移ります。サーバーが3番の土井です。したがって前衛のレフトには7番の佐藤直樹が上がってまいりました。仙台育英です。うんと、カットがちょっと短いぞ。バックライトからバックアタック、今日 1-2 を争うバックアタックだったと思うんですが、わずかにボール1つアウトになりました。もう一度行きたいですね。マッチポイント、マッチポイント、仙台育英2年連続なるか。もう一度行った、最後はネット、最後はネットになりました。東北また春投資、仙台育英2年連続の全国大会出場です。最後は第3セット15対12というスコアでした。セットカウント2対1、仙台育英2年連続の全国大会出場です。最後はエースの打ち合い、そして東北鈴木健太も健闘しましたが、バックアタックがわずかにアウト、そして最後は祖父さんネットにかけてしまいました。そうですね、まあこういうのを経験してって、はい、強くなっていくものですからね。そうですね、はい、とにかく東北は結構1年以上県大会レベルで決勝進出をすることができませんでした。まあ久しぶりの決勝進出ということで、まあ東北にとっては、まあ一つ1年生がですね、この試合を経験に一つ成長したと言ってもいいかもしれませんけれどもね、はい、さあ2年連続の全国大会出場を決めました仙台育英です。予想外にやっぱりちょっと苦戦しましたか、育英の方は。そうですね、やっぱりちょっと気持ちの弱い面というのが出たし、やっぱりセッターの若さっていうのがまだ出てると思いますね。ウー監督のやっぱり指示通りにまだ、動いてくれないっていうところがあるんじゃないですか ね、さあそれではウー監督に金沢アナウンサーにインタビューしてもらいたいと思います。金沢さんお願いします。はい、優勝いたしました仙台育英のウー監督です。おめでとうございます。 ありがとうございます。毎日が決勝戦、厳しい試合が続くんだよなと話していたウー監督、今日の決勝戦も厳しい試合でしたが、まあ、もうやっぱり東北の高さがあるんですね。こう選手たちがブラキンの突破がちょっと難しくて、ちょっと試合がギリギリかったじゃないですか。最後優勝を決めたのは何ですか。やっぱりコンビネーションでバレーボールをやったが良かったと思います。ベンチから見ててドキドキしたんじゃないですか。もうしたんですけど、選手たちがよく頑張ったと思います。さあ2回目の全国大会です。どんな戦いしますか。まあこれから1ヶ月ぐらい、まああまり期間があるんですから、もっときちんと早いバレーボール決まって全国に行きたい考えですね。どうもおめでとうございました。ありがとうございました。
仙台育英が2年連続2度目の東京代々木のコート進出ということになります。まあ、祖父さん、仙台育英まだ全国大会には1ヶ月以上ありますので、はい、まだまだコンビをこれから精度を高めてということになりますかね。全国大会に向けて一言お願いしましょうか。そうですね、そのコンビの高めるというところも、はい、レフトとライトの平行の正確さ、はい、あとクイックをもう少し使えるためにレシーブ、サーブレシーブ、ここですね。なるほどね、はい、全国大会東京代々木のコートは初日が3月20日ということになります。男子の決勝戦2対1というスコアでした。仙台育英が東北高校を破っての優勝、大応援団が効いたかもしれません。男子の解説は元全日本プレーヤー高体連バレーボール専門部副委員長の祖父浩司さんでございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。春のボンボーバレー。